はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は妖怪学園 YYY 学園生活の公式ページを見ていきたいと思います。まあ俺毎日毎日、朝昼晩とずっと公式ページはチェックしてて、1月25日に一つ、更新がありました。それがこちらです。閻魔大王をゲットできる合言葉を公開中。合言葉を入力して閻魔大王の召喚メダルをゲットしようというやつですね。これがコロコロコミック1月号の特典という風になってましたけども、公式ページで、公式にね発表されてます。合言葉は馬王の大怪魚。まあ意味はないのかな、並べ替えたとしても。まあ馬王の大怪魚と入れると、クエストが発生します。このね合言葉の入力方法なんかは公式ページに詳しく載っております。1、メニューを開き連動からお届け物を選択しよう。2、合言葉入力を選択し付録に記載されている合言葉を入力しよう。入力すると閻魔降臨手形が受け取れるぞ。3、ダウンロードコンテンツ第2弾大宇宙決戦ランデブーをクリア後に学園長室で理事長にして頂点という限定クエストに挑戦だ。4、強力な閻魔大王に勝利することができれば必ず閻魔大王のメダルをゲットできる。まあこういった流れになってます。閻魔大王のレベルも500ぐらいだったので全然倒せると思いますよ。そしてね、このクエストには注意点があって、このクエストって経験値がむちゃくちゃ美味しいのよ。閻魔大王を倒すと、討伐報酬で10万ぐらい経験値が入るのよね。これぐらい入るクエストってほぼない。まあまあまずないよね。なのでこれをただただクリアするっていうのがめちゃくちゃもったいないの。俺はねその裏技を知らずにクリアしてしまって、もう二度と行くことができないんだけども、まだねここクリアしてないっていう人たくさんいると思う。なんせね、まあ2日前にこの合言葉が公表されたのでまだクリアしてない人いると思います。もしもクリアしてないのであれば、ただクリアするのではなくって閻魔大王を倒します。で倒してテレテティーンって、勝利ってなった時に元に戻る、ミッションを諦めるをプラスボタンを押して選択してください。戻りましょう。そうすると経験値10万ぐらいをもらったまんままた最初に戻るので、何回も何回もクエストをやり直すことができます。これでねレベル800までかなり簡単にいけるようになるので、もしもねまだこのクエストやってないっていう人あれば、まあ、間違いなくクリアせずに、何回も何回もリセマラした方がいいです。これは絶対。俺もね知ってればよかったんだけども、まあコロコロ発売日に俺はこれをやっちゃって、でそれからね2週間ぐらい経ってから生放送で教えてもらったのよね、そういう裏技があるよっていう風に。ちょっともったいなかったな。でも本当にねこれは美味しいクエストなのでやってください。チケットがいらないのよ。チケットなしでこれぐらいの経験値もらえるの他にないので、絶対にやるようにしてください。ではね、今日は妖怪学園 YYY 学園生活の公式ページ、新しい情報が更新されてましたので見ていきました。合言葉は馬王の大怪魚です。入力してない人は入力してクエストをやってみてください。でクエストは絶対にクリアせずにリセマラで何回も何回も経験値だけを入手するようにやっていきましょう。これは絶対だよ。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。